でもないんですけれども、ということで皆さん、本当にゆっくり楽しんでいってください。屋外でこのロケーションで本当に気持ちのいいところなんでね。でやっぱ海の近くなんでね、今日は海にちなんだ曲ばっかりやろうかなと思いつつ、でもそこまでなかなかレパートリーがないんで、海の曲はまあ少しだけですかね。はい、また皆さんあれですよ、ご存知の曲があったらですね、一緒に歌っていただきので、もし、歌いたいなんていう方がもしあれば、ここに歌詞カードありますから、歌ってもらっても全然大丈夫です。全然大丈夫です。いいですか。でとりあえずこっち側バー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 やっていきますので、で曲名とバンド名を言いますからね。次はタイガースの君に会いたいな、君だけに会いようとかね、言いますから、まあ、その時にパッと手を挙げてもらって、俺歌う一発かましてもらったら、はいどうぞ、ここに歌詞カードもございます、ステージも披露となります。どんどんと楽しんでくださいね。はい、それでは、1曲目はゴールデンカップスの長い髪の少女です。次ザ・カーナビーズの好きさ好きさ好きさ。皆さん思い出してくださいね。さあカーナビスといえばドラムの人がこなしてピヨーンとこなしてやるの、今日もドラムのおいちゃんはやってしまいました。でそういう時に必ず、女の子がですね、キャーとか言って黄色い掛け声をかけてもらえるはずなんでございますので、今日もなんかそういう仕草があればキャーとか言ってキャーとかで失神しなくてもいいんですけれども、そういう段取りの人もお願いしたいと思います。ではザ・カーナビスの好きさ好きさ好きさが進みましたので、次はスパイダスですね。
っぱいです。いっぱいいろんな曲があります。でも今日はその中で、まあそこそこ知ってる人は知ってる、知らない人は全然知らないというちょっと激しい曲をやってみたいと思います。さあ行きましょう。バンバンバン。聞いたことあるなと思われたらプッとここに来てくださいね。歌詞カードございますからね。一緒に歌いますので、はい、それではいつまでもいつまでも
通ると絵たりすごいものが立ってますね。昔こんなんじゃなかったんですよ。で、僕は何の合宿してたか言ったらね、なんと美術部だったんです。絵を描いてたんです。なんで美術部が合宿すんねんって不思議だったんだけど、丹後基地の近くのところに、駅の近くにお寺がありまして、そこに寝泊まりしながら、そこからバーッ歩いてきて、ここの前を通って、そのちょっと向こうに行くとね、なんかね、ちょっと小さな裏があるんですよね。で、船が止まってたりして、その船を描いたりしてたんです。で、それ飽きたらね、向こうの方も、昔スイカ畑やったんですけど、そっちの方に行って、なんか砂丘の辺の中描いてるとかね。という、今からかれこれ、私は今53でございますので、何年前、計算できません、随分前だと思います。という、浜爪はそんな思い出の街でございます。それでは、思い出深いグループサウンド、次何の曲やったか。全然思い出深いような思い出深くないようなテンプダーズ行きたいと思います。テンプダーズ、神様お願い。はすいません、裏でなんか喋ってるんで、もうちょい喋っておきたいかな。皆さん飲んではりますか、食べてはりますか、というか今日晩ご飯もう食べてきはったんですよね、そこで ね。ということはもうお腹いっぱいだし、あとはまあ酒飲むと、おつまみ食べながらこの音楽を聴いていただき、向こうでは花火もやってますし、まあ、花火をしながら、うどん食いながら、ビール飲みながら、グループサウンドを聴くという素晴らしい夏でございます。お盆休みでございます。はい、それではテンプターズのナンバーから、神様を、あの人
ね、よーく歌詞を聴いていただくと分かるんですけども、とっても恥ずかしい歌詞ばっかりでございます。そうだね、なんでこんな歌詞を作んねんという当時のプロの作詞の人たちは一体何を考えてこんな曲を作ったかなと思ったりしております。とても恥ずかしい曲を未だに私たちおじちゃんたちはやってしまうわけでございます。とっても恥ずかしいと、ただに恥ずかしくやってしまいますな。はいはい、さてそれではどんどんグループサウンドばっかりいきますからね。はい、君に会いたい、君に会いたい、ちょっと飛んじゃいますね。はいはいはい、今日はね、あのほんま有名どころばっかりありますからね。次ジャガーズです。ザ・ジャガーズ、君に会いたい。誰か歌いませんね、大丈夫ですか。もうどんどんやりますからね、勝手にね。いいですね。はい、では、ジャガーズのナンバーから君に会いたい。Oh,
というザ・タイガースのナンバーシーサイドバンドでしたね。シーサイドバンドなので、海の横ら辺でバウンドするこのおじちゃんは、バウンドしておりました。当時ズリーという人がおりましたけども、その人は一生懸命踊ったりしておりましたですね。はい、タイガース来ましたね。今だいぶやりましたよ、いろんなバンドね。他やってないバンドなんかありますか？なんかありました？大体やってたと思うんですけどね。ワイルドワンズ、ありがとうございます。それでは行きましょう。何を？思い出の渚リクエスト来たから思い出の渚しましょう。ちょっと待ってよ、よいしょ、はい、思い出の渚ザ・ワイルドワンですね。もう超有名でございます。これを行きたいと思います。どなたか歌う人いてはりません？あ、その黄色い T シャツのお父さん、今なんかあの息子さんがこう演技させなくて、さあ皆さんいかがでしょうか。あの黄色い T シャツのお父さんが今タバコを吸って、あ、はい、今、はい、T シャツを脱いで立ち上がろうとしております。ありがとうございます。どうぞ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 。いや、やっぱこうでなくちゃね、聴いてるばっかりではつまらんしね、やっぱ一緒に歌わんとね、聴いてますんで。歌詞カードこちらにございます。張り切ってみましょう。ワイルドワンズなんでこちらの方でございます。ちょっと待ってくださいね、探しましょう。ここにね、いっぱい載ってるんですよ。何でも好きなもんやってもらったらいいんでね。加山雄三もあるんですよ。ワイルドワンズ、ワイルドワンズ、ワイルドワンズ、あった。はい、手で持って、かっこよく、いっちゃいましょう。はい、それではご主人に歌っていただくザ・ワイルドワンズの思い出の渚いきましょう。アシストはあるかもわからんけど、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。
やんや素晴らしいよ。アンコールという声が来ました。また後ほど。後ほどで一つ。残念やな。という雰囲気やったけどな。ちょっと楽しみます。またしていきます。イエーイ。やりますな。やっぱあのど真ん中の年代の方ですね。きっとね。きっとそうだ。はい。素晴らしい。やっぱりいいですな。いやーワイルドワンズ思い出の曲さ海にぴったりの曲でしたね。さあ何しようかな。やっぱ予定の順番予定通り行こうかとりあえずな。すいません恋のバカンスはあのグループサウンドではありません。ちょっとなんとなくどうしよう ゆったりしたんせえへん。ビレッジシンガーする。はいはい、ビレッジシンガーズの甘色の髪の音に注目していただきますね。はい、歌いたい。はい、またやってまいりました。はい、いや今向こうから声かかってきたんですけどいいですか。キーは合わせてください。僕たちはそんな器用ではありません。合わせてください。これでこっちでございますのでね。キーは重いです。はい、大丈夫でございますか。はい、それです。こっちの器を伝えます。こっちです。はい、ここから始まります。はい、はい、カラオケのように字がこう流れるわけではありませんので字を追っかけてちゃんとバックに合わせて歌ってください。やってみましょう。いきます。では、ビレッジシンガーズのナンバーか甘いの髪の you
ありがとうございます。イエイ、ど真ん中と、いいね。いやいやいや、よろしなよろしな、ビレッジシンガーズ、天色の髪に言えるいいですね。そういう思いに、イエイイエイ、いやいや、よろしな。でも どうしよう、やっぱ僕らのちょっとはやっとこうか、ちょっとだけやっとこうか、やっとこう、若大将いきましょう。はい、まあ、田山よりもちょっと、そうしましょう。これはちょっと歌わせてください。なんかこっちゃ僕歌うちゃうけどね。いきます。加山雄三のナンバーから、青い星くんだかな、青い星くん。君だけに愛を、また再びズリーがやります。ズリーでございます。ズリー頑張って、ズリー掛け声です。ズリーもう人気なあかんで、ね、えらい人気あるやん。ごめんなさい、やっぱ浜詰めでは人気あるやん。ごめんなさい、ということで、それでは浜詰めのズリーに歌ってもらいましょう。タイガースの方から君だけに愛を。
だけは君だけは君だけは君だけは離さない離さない手をつなぎ手をつなぎ光で駆ける夢の世界へ。初めてやなぁ。あ、びっくりした。さあ、それではですね、大体予定の曲も終わってしまいますのでね、ね、ちょっと待ってくださいよ。あ、一通りやってしまいましたわ。一通りやってしまいましたので、次、最後の曲でございます。浜詰めの皆さん、楽しんでてくださいね。で、もしあれですよ、俺、なんか私、これ、ちょっとどうしても歌いたいという曲があればやりますし、もしなければ、もうこのまま私たちは、去ってしまいます。最後の曲をやって、去ってしまいます。そう言われても困るんでございまして。では、それではちょっと1曲だけやりましょうか。いや、その前にあれしたいんだけど、海だから。何をしましょうか。海は素敵だな。はい、やっぱ海なんでね、海に合う曲やりたいですね。これ確かリガーニーズやったと思いますけども、海は恋してる。はい、途中セリフが入るやつですよ。とても恥ずかしいですよね。ちょっと待ってください。見つかる？あったあった。あ、はい、ありました。ザ・リガーニーズですね、海は恋してるという歌です。ちょっとこれをいきましょうね。なかなか影響でございますよ。今日出てよろしかったかな。いいはずです。さようでございます。先ほどの浜中が歌います。浜中が歌ってしまう、ザリガニーズの海は恋している。これいきましょう。Oh,
涙をいっぱい食べるのかな。だけど溢れ出したら困っちゃうな。だって俺泳げないんだもん。何しますか。あ、ありました。なんかもうどんどん行けという後ろの方からも言ってきようなしゃあないなという。それではワイルドワンズのナンバーから青空のある限りをしたいと思います。さあ、ワイルドワンズ、先ほど、思い出の渚よりもありますもう一曲ね、結構有名な曲がありますね、青空のある限り、結構賑やかな曲でございます。さあ、これを言ってみましょう。水戸湖、ちょっとこれからだ。え出てきた。
だよって。ああ、いやいや、あれしましょうか。いやいや、ちょっと待ってね。ここ、ちょっと待ってよ。ごめんなさい。あ、いけません、いけません。どんどんやれ言われても、きっとね、ダメだと思います。きっとあかんと思います。あと2曲だけしたいと思います。夜空の星でしょ。夜空いいですか。夜空をしましょう。できない。すいません、それはグループワークではありません。イエスタデイワンスモアのリクエストだったんですけど、それはグループサウンズではありません。夜空です。ちょっと待ってくださいね。あと、すみません、それではラスト2ということでアンコールなしでちょっと張り切っていきますから、すべてのパワーをここに注ぎたいと思います。浜中が頑張ってありますので、ちょっと声援よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは残り2曲、加山雄三のナンバーからか、夜空の星行くで。夜空の星行きましょう。はい、はい、浜中頑張れ。
さん楽しんでってください。ごきげんよう。おやすみなさーい。アマジュでした。